皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。今回は宮城県の松島での観光者におすすめのランチをご紹介します。遊覧船や福浦橋の付近にあるサントリ茶屋です。メニューを見ていると迷ってしまいます。まずは基本の牡蠣です。これは言うまでもなく本当に美味しかったです。そして私はウニとイクラの三陸丼にしましたが、こちらも本当に美味しかったですね。妻は松島アナゴ丼を食べていましたが、やはり美味しかったようです。観光に訪れた時にはぜひおすすめです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。